次は春の高校野球の話題です。選抜6日目の今日、山梨の日大明星はベスト8をかけて兵庫の報徳学園と対戦しましたが、打線が相手投手の巧みなピッチングにかわされて5対0で敗れました。ベスト8をかけたゲームは序盤投手戦となりました。日大明星は打たせて取るピッチングのエース金子投手を堅い守りで支えます。3回2アウトからヒットを打たれて走者が1塁に出ます。やった、待って、ホームに帰ってくる、どうだ、タッチアウト、好返球、見事な連携プレーで先制点を阻みます。しかし4回、金子がカーブを狙い打たれます。4番の信原です。深いと5番中上です。どうか、ダイレクト、一塁ランナーに向けて三塁向けている、蹴った、やっと中継、先制点。この後も2本の内野安打で日大明星3点を奪われます。日大明星も6回に絶好のチャンスを迎えます。まだ1本のヒットも許していません。3者連続フォアボール満塁、ノーアウトランナーフルベース。3番の佐野、4番の富岡と打順が回ってきます。ここはね、ストレート積極的にね狙っていってほしいと思いますね。三振、三振、三者連続三振。相手の前田投手の落差の大きなカーブに翻弄されて1点も挙げることができません。その後日大明星は逆に追加点を許し5対0とリードを広げられ最終回を迎えます。初球、試合終了。最後まで前田のカーブを打ち崩すことができず、日大明星のベスト8進出はなりませんでした。いや、手こずりすぎですね。縦目にこういうふうに来るから曲がってくるからね、それほど切れてたのかなと思うしね、ちょうどあのベースのところで落ちてるからストライクゾーンからね手が出ちゃったのかなと思ったんですけど、それにしてもちょっとボールを振りすぎでしたね。それとやっぱり強振しすぎですよね。金子君はどうでした？調子自体はそんなに悪くなかったですね。まあ、1点取られてその後2塁3塁にされてね、記録はヒットなんでしょうけどもエラーでねちょっと2点取られたのがね大きかったですけどね。残念ながら力を及ばずというところでしたが、まあ皆さん頑張りました。強豪相手に頑張りましたよね、はい、さあそれではさあ